ロングボーダーガーデン地図東部トレジャーガーデンは、群馬県立林市堀区町にある庭園、ブライダル施設。東部グループの東部緑地が運営する。野鳥の森自然公園が東園の東側に隣接する。約8万平方メートルの園内には、約25万株の芝桜が植えられたまた、2012年9月15日には新たに1万平方メートルに、 約30万株の様々な出根層を用いたブリリアントガーデンを芝桜のガーデンのすぐ北側に拡張開園した。現在はローズガーデンエリアのバラ品種数は1500品種、3000株となり、特に最盛期である5月から6月にかけては、たくさんのお客が訪れる。開園日時は4月から6月が主であり、同じく、 縦林市内にある筒子が、丘公園と時期が重なるため、周辺はかなり混雑する。ガーデンのシンボルローズも、ハッピーシェアにかけ、シェアリングはハピネスという名前にしたとのことで、ガーデン内には、福分けにちなんだものが、各所にある。シンボルオブジェの茶釜は、触れることでご利益を賜ることができるらしい。また、園内庭に、聖ペテロパウロ教会があり、 1998年6月に、イギリス、英国、アングリカンチャーチの正式な認定を受け、剣道式を行い改造した。教会の外観は、イギリスビクトリア朝の後期に設計、建築された戦闘ガスチン教会をモデルにしたもので、ゴシック様式を基調とした中世、ヨーロッパ風の建築デザインとなっている。教会の正面ドア、ステンドグラス、パイプオルガン、 説教団、署名台、木製ベンチは、英国の聖ペテロパウロ教会で実際に使用されていたものである。ここでは、英国国教会の詩式にのっとり、外国人牧師、聖歌隊による、イギリススタイルの本格的な、チャーチウェディングを取り行うことができる。2012年4月、立林野町の森ガーデンから、ザトレジャーガーデン立林に名称を変更した。 2015年1月、東部トレジャーガーデン縦林に名称を再度変更した。季節や花の咲き具合により料金変動するので、公式サイトを確認のこと。各種割引制度あり20名以上の団体は1、割引ペットを連れての入園は、小型犬に限り専用のカートを用いることで可能。AB 東部トレジャーガーデン施設貸し出し利用時間と、料金。 東部トレジャーガーデン縦林2017年5月26日閲覧 AB 挙式ウェイティング東部トレジャーガーデン縦林2017年5月26日閲覧 AB ザトレジャーガーデン縦林公式発行物虹色の絨毯ザトレジャーガーデン縦林47ニュースありがとうございます